はいどうも小橋です。ミンゴルやっていきます。なんか声を出してねこうやって配信するのすごく久しぶりだなっていうふうに思っておりますが、さあ、やっていきます。さあ先週の順位ですね、アントナのね、ですね、先週後半ほとんどやっておりません。あの生配信が最後かな。本当にそんな感じで。さあ、なので、自分の順位がすごかったんですけど、逆の意味でね。いってきます。フレンドさん、31位全体ですね。21アンダー、ジークダミクさん。そして33位で、HYO さん、素晴らしいですね。さあ、20アンダー、マナミンさん。おやすみびさん。おやすみびさんは19アンダーですね。はい。で、19アンダー同じくムックさん、リオンリオンさん、モゲムリンさん、DJEO さん、山崎智也さんですかね、サイボーグ中野島さん、リホさん、カズさん。あ、カズさん、そうだ、ちょこっとやった時に、土曜日でしたっけ？日曜日でしたっけ？ちょこっとやった時に、ご一緒ありがとうございました。2回ぐらいね。はい。アップリンさん、サトシさんはゾロ目惜しいですね。ナンナンジャーさん、ニガウリさん、おお、アップストーンさん、アーチンさん、ナバーロさん、あ、ナバーロさんから、18アンダーですね。エグゼさん、ダンスさん、リリリンさん、ファミリアさん、コウイチさん、カジコさん、TK タカさん、ヨハネス・ブラームスさん、モモさん、ビビさん、パムさん、ショコさん、おー、パムさんがゾロメってる。おめでとうございます。ショコさん、シノンさん、K ドットさん、モグモグさん、EJ ライトさん、タカ10連さん、ヌケサックさん、ポンコツ隊長さん、ニャニャさん、ピッコロ大魔王さん、クンクンさん、翼さん、キョウさん、ニアピノキョウさんですね、タクミによる会のジュンさん、ワチアンさん、マッスーさん、オーカさん、ニシアンさん、KK さん、ムシャコウジアンケさん、アンさん、チームのジュンさん、チームのジュンさんから17アンダーですね。てか、スリーチップで1000円切れないんですかね。もうね、おかしい時代ですよね、とか言って。ジュンさん、エンゾーさん、マタシさん、そして私ですね。久しぶりに4桁取っちゃいました。お、麦さんがその下にいますね。ゲゲノスケさん、あ、生配信の、ありがとうございました、シンさん。あ、ちょっと、上の方にいるシノさんもありがとうございました。はい。で、ワイハーウツヤンさん、ヒロミさん、ヒビノコホーさん、ハヤトさん、ヘラさん、までですね。ワンチップでも3000円は、難しいのかなっていうところもあったって感じですね。はい。はい。続いてですね、フレンド承認待ちの方からですね、フレンド承認待ちの方から、の中で一番高順位だったのが、レモンちゃんさんですね。間違っていたらごめんなさい。他の方、私の方が順位高いよっていう方がいたらごめんなさい。探した中でおそらくレモンちゃんさんが一番高順位ですので、ご紹介させていただきます。おめでとうございます。こうやってね、フレンド申請、初任待ちの方もね、どうにかね、紹介できればと思うんですよね。何せ順位を紹介するのに時間がかかるんでね、ちょっと今回はお一人っていう形にさせていただきました。また、なんかうまく考えて、やってみたいと思います。さあ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 、ではですね、今日はですね、昨日、一人でゴルフのね、時短をやったんですけどね、チームのメンバーに言われてしまいました。小橋さん、それ、レベルアップ用のウェアですか？ああ、そうですよ。それ、本当ですか？どこでやってますか？なんか、ジャックポットの4番がいいっていう風に聞いていたので、ジャックポットの4番のビギナーを打ってました。それ、あかんですよ。マジっすか？っていう会話になったので、ちょっと検証してみたいと思います。まずはいつもの小橋の、
ウェアで、ジャックのビギナーやってみたいと思います。さあここね、まあワンオンで、イーグルが取れるっていうところは逆転失敗、これはなかなかのおすすめポイントなのでね、時短にもなりますからね。でポイショっていうふうにやりました。さあ、ポイントのところを見てみましょう。これね確認するとね面白いことがわかるんですけど、まあ、ここでゆっくり見てみます。はい、コインがクリアボーナス、経験値でね、SP ボーナス、SP ボーナスって運ボーナスが67、はい、3倍ですって今ちょっと見えましたかね、546だったかなっていう風になるんです。経験値のところチラッと見えましたの、わかりますかですね。さあじゃあそれを、ビギナーじゃないんだよと、プロの方がいいんだよっていうところ見てみましょう。さっきが546だったと思います。見逃してたら、違う数字だったらごめんなさい。じゃあプロでやったらどうなるかなっていう話ですね。経験値もね、やっぱね、この3倍期間中とかはね、それだけでかいですからね。さあ。またジャスティン失敗しちゃった。かなり左です。よいしょ。はい。これでですね、よいしょ。はい、入れときます。するとどうなるでしょうかね。一瞬しかね、ポイント数が表示されないんでね、よく見てないとっていうところですね。経験値ってところですね。クリアボーナスは変わらず、SP が、あって難易度ボーナスが出されるんですね。で3倍になって690ですね。150ぐらい3倍になると違うんですね。さらにさらに、運ボーナスをやっぱり上げていかないといけないっていうところが、大事ですね。しかもさっきよりね SP ボーナスが低くてもこうなったと思うんです。だいぶ違いますね。うん、なので、できる限りの運を上げていきましょうっていうところですね。まあ、セットコーデが、でね、無風が一回打てればいいんだからっていうね、土星論をいただきましてね。はい。なので、まあね、ランドナーに使ってるのがね、結構一番やっぱ近いんですけど、一番運としてはね、あるんですけどね。まあ、ランドナー用のウェアになってしまうのが、ほとんどがランドナー用のウェアになってしまうのかなっていうところですね。これ、運にすればいいのか。ですね。一番運がいいやつを、とことん。やっていくとどうなるかっていうところですね。運を上げて、運を上げて。ここ上げてるんでね。さあ、運をマックスにしてみました。よいしょ。これでやるとどうなるのかっていうところですね。で、しかもここでやっていくっていうところ。はい。まあ、おそらくね、351打てない可能性もあるんですね。さあ、それでもね、まあ、351は打てなくてもいいじゃんっていうのが結論なんですよね。さあ、これで、結構ブレましたかね。サインショットで、どうなんだ？よし！ちょっと。さあこれでどうでしょうかね。クリアボーナス、さあ SP ボーナスも上がって運が 84% まで上がったんですね。おお。
って難易度も上がって3倍になる786。786ですよ。最初よりも240ぐらいね、今経験値3倍だから違うっていうところ。うん、これはね、でかいっすね。はい。今まで、孫正義さんしてましたね。はい。いやー、本当に。これはね、ちなみにどうなんだろう。これでグレートショットとか打てたら、なかなか難しいかな。打てないかな。いけー。っていうか、うっかり当たんないかな。あー、弱かった。これはさっきと変わんないか。グレートショットとかになると、あれ変わるんですかね。どうなんでしょう。ちょっと、どのくらいわかるか。いや、てか、やれって、今やれって話ですよね。これはきっとさっきと変わんないはず。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。786ですね。はい。さあ、なんとかできるかな。ちょっと、頑張ってみます。はい、今ですね、ウルトラショットとクルクルショットでね、ちょっとね、さっきよりね、ポイントが上がったかなっていうところで見てみたいと思うんですけどね。クリアボーナスで。どうなんでしょう？ここは変わんないのかな？どの基準なんでしょうかね？この SP ボーナスって。うん、ここは変わんないですね。つまりまあ、プレイの凄さはあんまり関係ないって感じなんですかね。はい。それでね、まあ、546ポイントだったのがね、小橋が最初にやってたのが、786で240も違う。1回につき。いやー、本当に、うん。孫どんよるしてましたね。はい。あ、元中日のピッチャーです。はい。どうなんでしょう、今。韓国のどっかの球団監督やってたのかな、今はやってんのかな、わかんないですけどね。はい、とにかく損してましたね。はい、これからレベルアップもこの夏110目指して頑張りますって言ったら、チームから120目指せ。まあ、確かにね、120いけばね、全部今のところたこ焼きも解放されるんでね。まあ、そこはまず目標に頑張りたいと思います。はい、以上、小橋でした。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方お願いします。みんなでミンゴルを盛り上げていきましょう。バランスボールの上に乗った小橋よりでした。また、うわっ。